サトチンです。今回ですね、リモートクレーンゲームができるということでちょっとねやっていきたいと思います。お金がかかります。 PayPay で支払いました。このためにね PayPay PayPay を登録してリモートクレーンゲーム初挑戦やってみましょう。自分も初挑戦ですし、お店もね試験的にやってるみたいです。行ってみよう。もしもし、おはようございます。あ、おはようございます。本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまず簡単に今回のやつを説明させていただきたいんですけども、大丈夫でしょうか？はいはい、それでは説明させていただきます。いや、やっぱり鬼滅の刃にしましょう。あ、そっか、エブリデイなんですね。そうですね。はい、よろしいです。はい、それ全部で2種類ですよね、確か。いや、1回目見た感じ難しそうですね、それ。2回目、はい、2回目です。いや、非常に厳しい、うん、あー厳しい、あー厳しいですよ、それ。どうしますか、だんだん焦っちゃうんじゃないですか。左に回っただけ。あー厳しい、厳しい、横になっちゃうかな。あー、はい、おお、奇跡プレイ。ちょっと頑張っていただきたいところですけどね。あー奇跡プレイ、奇跡プレイ。それあれじゃないですか、あの箱にクラッシュさせて前に出すんじゃないですか。そうですね、白い方ですね。残り5分半ですね。あ、なかなか。さあ、厳しい。あ、ああ、いい感じですね。いえいえ。スカッと。おお、いい。ああ、いいクラッシュ。いいクラッシュ。うん。そうですね。あとはやっぱ、NG が多いんで。NG 集が。そうですね。おわ、あった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 。その点これはもうリアルタイムでガチ勝負なんで、相当リスキーですよね。そこですっと、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 いかない。さあ、どうだろう。左アームが、か、あっと、これは痛恨のミス。さあ、タイム的には残りラストかなって感じですね。30秒前。かなって思うんですよね。あ、いた！すごい、素晴らしい。素晴らしい。これ、プレイヤーのプレッシャーやばいじゃないですか。はい、というわけで、めっちゃ面白くないですか？これ取れなかったらやばいですよね。先ほどね、1000円プレイだったんですけど、1500円プレイと、あとプロの2000円プレイっていうのがあるんですよ。それね、できたらなと思います。あ、ありがとうございます。できましたね。はい。じゃあ、ちなみに。はい。今回どういう景品がいいとかってありますか？いやいや、スクイーズでいきましょう。スクイーズ。はい。じゃあ、2階ですね。はい。あ、ここら辺とか、どうですかね。たこ焼きとか。あ、いいですね。でもそのクレーンゲームあれなんですよね、動くの遅いんですよね。あ、じゃあやめましょう。時間勝負なんで。そうなんですよね。あ、じゃあこの通りちょっとスクイーズなので、はい、あの景品移してもらうんで、もしやりたいのあったらじゃあそれって言ってもらっていいですか？そうですね。なるほど。なるほど。あのパンダさんいいんじゃないですか？これにしますか？はい、パンダさんがパンダを取るのにしましょう。やってみましょう。わかりました。さあ、それではスタートですね。あ、じゃあちょっと待ってください。先にあの少しでも長く遊ぶためにクレジットをたくさん入れちゃうんで。はい。じゃあそれが取れた後にまた他のを探してその作業をするとなると結構早く取らないと2台目いけないですね。
そうですね。なので次もし来れたらどんなのがやりたいかちょっと考えておいてもらえると。次整えました。はい、第2プレイ。はい、じゃあ行きます。はい、スタート。もうあれですね、ひたすら書き寄せてくる感じで。そうですね。そしてこの下るシーンがもどかしいんですよね。そうですね、ちょっと遅いですねこの子やっぱり。そしてあーちょっとパンダさんのパワーが、あー回っただけ。ちょっとあの人様のお金でやるクレーンゲーム緊張感が半端ないですですよね。で仮にあれ1000円であれで取れなかったらおしまいでーすってなりますよね。そうですね、ごめんなさいって感じになっちゃいますね、うん、で人が混んでたらもうワンプレイやりますかとかできないですもんね。そうですね、一応あの予約制でなので、やりたいってなってても一旦10分で終了にはなっちゃうので。はい、あー厳しい。あー結構動いたんで、おバランスキャッチ、奇跡からのバランスキャッチからの、落ちないでくれ、落とすな落とすな。あー取れました。あー痛い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 。素晴らしい、パンダさんがパンダゲット、パンダゲットしました。やった。はい、佐藤さん次どれ行きますか。どういうのがいいですか。次早いやつで行きましょう。早いやつ、はい、何系がいいですか。はい、早いスクイーズで。スクイーズ、早いスクイーズこっちですね。早いクレーンゲームスクイーズ。あ、これスクイーズじゃないですか。はい、行きましょう。はい、じゃあこれで、はい、はい、クレジット入れます。はい、白黒ワッサンと黒黒ワッサン、どっちがいいとかありますか。白でいきましょう。白で左側ってことですね。はい、おっとおっとおっと、すいませんちょっと水りました開いて落ちるの早い。そして加工制限もなかなかで、おおおお、素晴らしい、取りました。素晴らしい、素晴らしいっす。これロバスさん、カメラさん、時間あとどのくらいありますか。あと5分です。5分、はい。じゃあどれがいいですか、サトチンさん。こん中奥のスクイーズ、何と何と何ですか。ショートケーキみたいな、紫のショートケーキみたいのと、はい、いちごのカップケーキみたいのと、はい、謎のピンクの生き物です。じゃあ紫に行きましょう。紫で、はい。あ、おお、素晴らしい、素晴らしい。おお、あ、結構動きました。さあ残り4分ですね。回しちゃうと戻ってくるまでに時間が取られるんですね。確かに。さあさあさあ、届くのか届かないか。あーすごい、ギリいい感じで。あ、おーすごいすごいすごい、めっちゃ取れるじゃないですか。3つ目ゲットです。謎のスクイーズゲット。はい、次どんな系がいいですか。スクイーズで攻めますか。スクイーズで攻めましょう。殺人さん、じゃあちょっといっぱい取ったんで、たこ焼きとかそろそろどうですか。そうですね、たこ焼きやってみましょう。たこ焼き狙いで、はい、わかりました。あ、残り3分でこのたこ焼きが取れるかが勝負です。頑張ります。はい、ちょっと遠いな、たこ焼き遠いですね。あわよくば持ちたいですね。そうですね、もうちょっと前に出しての、あー、いけいけ、いかない、ずるっと持ってこい、持ってこなかった。ちょっと重いかもしれないです。はい、っよしよしよし、結構動くかもしれません。なんかいけそうな気がします。はい、あの心拍数がすごいです。ですよねすごいドキドキ。もし自分がその立場だったら俺耐えきれないかもしれないです。さあお願いだ、行ってくれ。あ、素晴らしいですね。これワンチャン持てますね。頼む。お、素晴らしい。落とすな。素晴らしい。落とすな。か、神引きじゃないですか、これ。おー、あ、すごい。めちゃめちゃいい。たこ焼きゲットです。やったー。あと時間、1分20秒あります。1分です。ステーキ狙っていいですか？はい、ステーキに行きましょう。頑張ります。ステーキのスクイーズですか？ステーキのスクイーズですね。あ、ちょっと、あ、場所あんま良くなかったです。どうだろう。おー、あー、刺さってからの動け、持てなくてもワンチャン動けば。あ、重そう、めちゃめちゃ重そう。袋も結構広いっすね。さあラストプレイ、もう一回狙ってみていいですか。はい、
これで取れたらもう持ってる男ですよ。さあどうでしょうか。残り20秒。あ、ちょっと早かったかな。ちょっと早かったかな。奥行きの設定ちょっと早かったかもしれないです。ドン。10秒前。最後のプレイ。7、6、5、4、3、2、1、あーあーだ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 ーすごいすごい持ってる数持ってこれたら OK で奇跡すごいやっぱ持ってますねすごいすごいめちゃめちゃ取れましたね神回です神回5個取りましたやったいやプロってますよあ自分のタイマーもなっちゃったじゃあこれ後であのご住所をお伺いして乗せていただきますので、はい、お願いしますはいすいません、今回はありがとうございました。いや、ありがとうございます。またよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでパンダさん、5個取れました。えぐいっすね。いや、面白かったっす。ということで、最後ですね、プロにお願いしたいと思います。いってみましょう。プロは2000円。何がいいと思う？鬼滅の刃の狙ってもらって、スクイーズ狙ってもらって、あと1個。大物景品だったりを、まあ、代行してやっていただいてゲットしたらお客様のもとへお送りするという、まあ、サービスとなりまして、まあ、今日初めてなんですけどとても緊張しておりますはいでまあ最初に、まあ、ご注意点として、はいまあ、取れないこともございましたで箱物なんかはですねあの初期位置に戻したりとか入るのは時間が限られてますのでこちらの判断でやらせていただきますのでご了承ください ありがとうございますはいペイペイしましたそうですねちょっと高いんですけどすいませんペイペイ2000円ですよねフィギュアだと、うん、そうですね、はい、まあこういう EX 級とかあったりとかあいいですねそうですねフィギュアいけたらすごいですねあこれですかドラえもんいいですねでドラえもんいきましょうじゃあまずこちらから、はいスタートさせていただきたいと思いますのではいじゃあ、はい、よろしくお願いします私も10分あスタートお願いしますミスったごめんなさいあーざわざわまさかのおお難しそうだ、まあ、私は地道なそうですよねそうですよねまああまりキワキワを狙いすぎると失敗するんで、はい、ちょっと焦らずにやらせていただきたいはいおおでももう結構左側行っちゃいましたけどなんか難しそうな感じはしますけどねそこが一番左ですもんねそうですね、ここ今もう限界ですね帰ってきましたちょっと奥狙って戻してみますはい、ね、さっきも言ったんですけどもし自分がその立場だったら、はい、もう汗がやばいとあーなるほどうわあそうですね、自分も今、はい、正直普通にこうよく撮影はやらせていただくんですけどめちゃくちゃ緊張しておりますですよねだんだん緊張しすぎてあのコメントなくなってきますねこれあともう一回ぐらいです、ね、もう一回ぐらいでいけそうですねそれかこれが取れたら何かあと一つ橋渡しじゃないフィギュアとかああなるほど、はい、橋渡しじゃないフィギュア結構ありますよ、うん、いけ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 おお素晴らしい汗をかかりましたいえいえ落ち着いてますねだいぶ取れますやったー他に何かありますかねさっき見てないフィギュアとかそうですね、まあ、こういうリングとかはいそうですね結構リングで引っ張る系のフィギュアとかがあるんですよはいあとはまあ人気なのだとドラゴンボールなんかもフィギュアとかあったりとか、まあ、こういうのはリング系ですちょっと橋渡しとは違うんですけどさっきの今のアリスあったじゃないですかはいはいこれ取れますかあこれですかはいこれいけるかなちょっとやってみますね、はいちょっとお待ちください。さあ、あと5分です。これ取れたらもうスーパーハッピーです。はい、じゃあちょっとやってみますね。はい。手前にジグザグにして持ってくるっていうやり方なんですよ。だから、ですよね。入れが浅いとそんな動かない。あ、厳しいかあ。でも結構いけると思いますよ。UFO9 結構あの戻るまでが早いんですよ。あ、確かに。回数こませそうですね。最近爪がないの多いですよね。あの、アームの先ですか。そうですね。結構爪つけないことが多いですね。やっぱ引っかかりとあとリング使ってるので、はい、今現在音声が乱れてますはいもしかしたらマイク押さえちゃってるのかもしれないですけどね
あ、今いけてます。あ、大丈夫ですか。はい。結構あのリングに爪の角度が引っかかるので個体差があって、はい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 、動く動かないが結構出てきちゃうんですよ。わお。なので最近は爪つけてないのが多いです。まあちょっとこれも地道な作業なんですよ。もうじわじわ前には来てるので。そうですね。うわあ。何か最近面白いやり方とかってありますか。面白いやり方、ゴルフ系のやつはおっと、ゴルフ系のやつは結構面白いですけどね。なんかガシャポンとか弾いて、あー、落とすやつですか。はい。残り2分半。これは厳しそうだ。結構動いてはいるんで、なんとかいけるかなと思うんですよね。おはっきり、素晴らしい。素晴らしいが、わあ、最後、それ、登る感じですか？登らずに終わる感じですか？最後、登る段差とかあるんですかね？いや、ないです。わあ。そうですね、そわそわしますし、前を狙おうとするんで、すごい手元が怖いです。こう景品、新しいのとかも入ってきますよね、やっぱ普通に物流はあるんで。そうですね、ただ今やっぱりほとんど止まってるのが現状でして、なかなか新作が今メーカーから入ってこないです。うん、もうギリチョンですね、これ。そうですね、時間との戦いですね。うわー。ラストプレイかな。おっと、クレジットが。うまい。そうですね、ちょっとあそこ当てました。ああ残っちゃいましたね。まあ、こういうこともあるってことですね。あと1回だったんですけどね。そうですね。イリジョンスピンできるかなと思ったんですよ。イリュージョンスピン。あ、一回です。クレジットのあれがなければ言ってるかもしれません。すいません、こちらの方取れたので、はい、後でまとめてあの取っていただいたものは全部送らせていただきますので、はい、お楽しみにお待ちください。はい、楽しみにしてます。ということでね、リモートプレイやってみたんですけど、気になる方はねやってみてはいかがでしょうか。ペイペイね、自分も初めて登録したんですけど、まあ、登録しちゃえば簡単でしたね。ご視聴ありがとうございました。この動画楽しんでくれた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録お願いします。その機能を使って1万円企画とかね、どうなんでしょうかね、いけますかね。なんかいける気がしますよね。1万円ってなると、プロを5枠取らなくちゃいけないのか。ってことはプロを50分プレイ、どうなんでしょうね。ちょっと気になるところです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。